めえ、俺がハンピン・デューマンの人間だって分かってるのか。ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。デューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだぞ。だから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぞ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。ハンピンなんとかってのがやってくんのか。ハンピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが仇取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇フィアか。ふざけやがって。ふざけじゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで済むと思うんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ていちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでも、やってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り超えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。貴様らなあ、ていちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっかい。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言うぜ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん。ああ、
赤い靴開いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は異人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってヤクザ、やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本どっこを貫き通す筋金入りだ。じゃあ異人町に近江連合は。近江連合どころか、異人町には東条会さえ入ってきた試しはない。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携、そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその異人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね。それは違うな。三つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番、お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして、まあ、誰に運ばれてきたかは知らねえが、この横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああ、でも俺は異人町でのんびりしてていいのかな。いや、さっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、はあ、なんだそれ。
一番。え？ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい、落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え？え？いや、俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや、久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノコンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。に偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには打たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後、自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後、誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよ、そんなの。まあ、ここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当に訳がわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。Excuse me。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え、そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。
手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げて、こんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。ああ、わけありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のわけがあったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて、捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。俺た気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレて、またどこかをさまようなきゃなんねえんだぞ。働くのをめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか。ハローワーク。ナバー joins your party. I wanna call him Nappa. Hey, Vegeta. You can now use tag team Essence of Mayhem. Oh, okay. Okay. His life on the street strengthens his body against poisons and catching colds. Oh, that's pretty neat. Way to the dragon. Your party members want to chat sometimes. You can. I'm tired. Holy crap. Okay. And you can let them by pressing Y when prompted. Listen until the end and the party bond will go stronger. But if you interrupt these conversations by opening menus or triggering a battle, you will force everyone to stop talking. It's also just plain rude. Luckily, should something like this happen, you can always go back to the spot where the chat began for another shot. あれは竜じゃねえ。竜魚だ。本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう。俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。へえ、いい心意気じゃねえか。ならそのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな。すまねえな、竜魚ちゃん。ナイス。Our bond grew a little bit stronger that day. Okay. I can do the thing. Ooh, that's
Finding good shit on the streets is the key to survival, whether it's a dark alley or under a crime-encrusted, cobweb-infested vending machine. Always pays the look. Yeah, I just found something. What do we got? Nothing. How lame. What's this? Tenyen. Woo! I got me Tenyen. Gentlemen, if you don't mind, I need to beat your ass. Oh, and that's another Capitalist Punisher and a Burnout Bully. Okay. What does this do? Oh, okay. Dang. Okay, I was not expecting that. That was actually pretty dope. Oh, that guy got knocked out. Next kick. Oh, ow. Nah, I'm gonna just punch you out. Boom. Mama said knock you out. He really was a burnout bully, wasn't he? I got a tuna urigiri. Alright. Say Tuesday. Yeah, okay. My days are all been thrown off here. Oh, hold on, I want to fight these guys. Excuse me, gentlemen. May we fight? A battle bum and a hungry, hungry homeless. Okay. Pigeon raid. Pigeons! Attack! Dude, pigeons don't fuck around. They ranked up, nice. Pigeons, attack! how do I... I'm guessing I gotta probably go up these stairs. Yes. Oh, excuse me. Nothing. Lame. Hello. A lot of people here. こんなに若いよ。若いやつも結構来てんな。一番。お前何歳だ?42歳だ。ナンバーは?確か41かな。どっちも望みは薄いな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だ、熱意。だろ? 熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。わかる。こんなとこ二度と来るのか。 次の方。はい、よろしくお願いします。現住所が空欄ですが、今住むところがなくて、でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か。ご実家の住所を書いといてください。 なんだ。あ、でも実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ。健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ。 俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ。もう少し話を。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、全くダメだ。だよな、俺も。
捨てる神はいても拾う神はいないってことだ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられたもん同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒にすんじゃねえよ。ハーモレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんでもないしたい。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい？ああ。だけどホームレスにはあっせんできねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい？あ？と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか。ああ、ありがとな、おっちゃん。ちょっと、こんなところで斡旋しないでくださいよ。何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手なんですから所長は。Now loading. Okay. They were there for a long time. It's night time now.My body's saying the same thing. Rub it with the runaway there. I don't probably have a taxi. Alright. Oh, check this out. Oh. What do we got? 100 yen. Nice. Nothing. How lame. Gentlemen. Oh, it's another burnout bully and a capital punishment.Oh, you dick. Oh, back up, huh? Yeah, I love that. Alright. Pigeons! Strike! Pigeon strike. Alright, let's keep on moving. Keep on keeping on. Excuse me, sir. Pardon me. Running down the street.Oh, nice. 10 yen. Nothing.
Lame. Let's see. I'll just run down here and run up here. Oops. Went into a wall. Gentlemen. Pigeons, strike! Good job. Ooh, Bar District's a tough place. What's going on? You guys want to fight? Got some threatening men here. Pigeons, strike! Go, my pigeons. All right. Go, my pigeons. のおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え？ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワのカンベに用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんてカンベも気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒、命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒にあっててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ。あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ。お話だろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことだ。そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え、なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジロのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジロに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で、墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。ナンバさんは知り合いいねえのか、コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。
あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッジつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえ。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけで、ばあさん、これは諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。ほら、一番。お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら、電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日、切っちまったとこだよ。え？何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。ババはね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かねえ。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのこと思って用心棒を手配したってわけさ。はあ、どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい、嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい、こっちから願い先だ。おい、帰るぞ。すみませんでした、本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ。電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア、そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ、納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったら。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ、俺はやるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー、本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいまし、俺たち、俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ、もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。しかし、
不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って、やつら一体何に使ってんだ。俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、アンバ。たった5000円ポチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのは、あの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて、客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら、普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石黒を投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。いやお前、もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでも、いつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番もう石ころで済んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつって、ママとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ。誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ああ今回よ、ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ。まあな。あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん？な、うらー、やめろ。お前コミジュルなのか。おい待て。じゃ邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんなら、てめえらも容赦しねえぞ。All right. I can answer. Well, that was easy. Ooh, I got a silver safe skeleton key. Thanks. Omae, namae nan dakke? Haruo de yobarete te yo na. So da.松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか。お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる。まあ、身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。
お前に声かけてきたのはどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。腕目、ちゃんと答えろ。やめろ。ナンバー、聞きたきゃあのアマに聞け。アマ？お、待て！おい、一番。オーナー、やめとけ。一番、あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジルの。ああ、やつがコミジルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジルに女がいるのか？そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番、見ろ。やべ、逃げろ。どうすんだよ、殺されちまうよ。おい、コミジュル隊よ。え、何してんだよ。あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あと、それとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみち、あの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらちんけな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。メラ死んだな。気が済んだか。Welcome back. Huh? Guess they didn't want to mess with our hired guns. You really saved me. I can't believe you already took care of it. Yeah, I mean, I guess it's taken care of. Hold on. What do you two think it's all settled? We just got a phone call. Probably from the man who just was here. Huh? You mean Matsu called? Hi. Yeah, he said sorry about that earlier. Just leave the cable how it is. Sounds settled to me. Seriously? Man, we did it. Ichiban? Yeah, was Matsu really part of Geomijil, though? Who cares? The problem's saved. How did you pull it off? There's nothing special. Just did what you hired me to do. Look at you, serving some humble pie. Here's what I owe you. Wait, 5,000 yen total. I thought it was 5,000 yen each. I'm sorry. I wish I could pay you more, but I still owe Hamiko-san money too. This is all I have to give. Just because we're homeless doesn't mean you can skimp this hard on us. We risked our lives too. It's cool, Naba. We helped them out. That's good enough. My life is only worth 2,500 yen, huh?
Let me give you some more work. If you can work at my place tomorrow, I'll give you 5,000 yen and we'll call it even. You run a bar too? Don't be a fool. You think I run a hole in the wall like this? Further down the river, there's a small row of restaurants. I'm down there. Small restaurants, huh? Sounds tasty. I need you to clean one of them, and I won't accept anything else less than sparkling. Got it. Thank you. Okay, see you tomorrow over there then. Oh, I should have asked. What are your names? Ooh. Naba. Oh, I'm Kazuka. You got a first name? Ooh. Ichiban. Ichiban Kazuka. I swear it's not fake. It's a nice name. Wear it proudly. I am super tired. I am probably gonna pass out in just a minute. Hey! You obtained a silver safe skeleton key. This key will allow you to open all silver safes scattered throughout the city. You can eat and drink at eating establishments. Indulging in this fashion will not only restore lost health, but give you experience points. Okay, yeah. Alright. Oops. Oh. Briefcases. I'm by naturally opening on treasure hunts, yeah. Okay. Party chat, did that. Shop tips. Combo meals, yeah, I know all about that. Party on. Three of them can join. Cannot be removed as party leader. Okay. From speed, you can even via the pause menu view. However, the rides aren't free and convenience comes at a price. Okay. Deadbeat. You qualify for this job. I guess I'll have more jobs eventually. Okay. He looks so angry. Alright. I'm super tired, guys. I'm really sorry. I'm gonna get some sleep tonight. I'll see everyone tomorrow afternoon for more of this and tomorrow evening too. Thank you everyone for watching. I'll see everyone next time. Bye!